大宮八幡宮は、日本の南関東、東京都杉並区大宮に所在する神社である。明治時代以降は、大宮八幡神社と呼ばれていたが、1981年に、大宮八幡宮に改められた。源のより地下により建立された。武蔵国の三大宮の一つで、玉の大宮とも呼ばれ、境内は、約1万5千坪と都内でも三番目の広さを持つ。子育て、 安山に特にご利益があるとされ、遠方からも多数の参拝客が訪れる。東京のほぼ中央に位置するため、東京のへそという異名も持つ。全福寺川に接し、かつて湧き出していた、個人水は、玉の大宮水と称される。現在は、自然には湧き出していないため、ポンプで汲み上げている。本田分けの命は、八幡神とされ、また、 上記三神は合わせて八万三神とされる。現在大宮八万宮がある一帯は大宮遺跡とされ、東京都内で初めて法径集公墓が発掘された地としても知られる。ここから、この神社の鎮座以前からこの一帯が聖なる地とされて、来たと推測される。前九年の役の時、この乱を沈めよとの直命を受けた鎮守不将軍、源頼近は欧州に向かう途中。 武蔵国にて、うつろに八条の白雲がたなびいているのを見たとされる。これを、源氏の白旗が翻ったかのように見た頼地は、これは、八幡大臣のご死後の印であると喜びこれを、吉兆とし、乱を沈めた暁には必ずこの地に神社を構える、ことを誓って、文を祈り出陣したという。頼地は、乱を平定した後の公平六年に、八条の白雲を見た地に、 岩清水、八幡宮の分霊を祭り、神社を創建したとされる。常治元年12月17日の記録によると、地元の阿佐ヶ谷市は、熊野権元の旦那であり、大宮八幡宮の重曹は先達だったと推定される。天正19年に、徳川家康から車両30国を寄進された。また、結城秀康の夫人である、清涼院により、社殿が造営された。 江戸時代の敷地は境内を除いて6万坪に及び、境内抹茶7社のほか、2丁離れた堀の内に、別当時の大宮寺があった。明治維新後、3万5千坪が押収された。昭和56年、それまでの大宮八幡神社を改めて、大宮八幡宮とした。現在の大宮八幡宮境内の総面積は、 1> 約1万5千坪と、東京23区内にある神社の中で、明治神宮、靖国神社に次いで、3番目に大きい。宮道上、新武殿や二つの茶室のほか、源義家が、あと3年の役からの木戸に植えたという巨松や、徳川家光が植えたという山筒子がある。ありがとうございます。